アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が巨漢が発汗が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされながら、あのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちやです。令和6年5月4日場所は岡山シティライトスタジアムにて、第36回瀬戸大橋ドリームボール、その2日目の一戦となります。その対戦カードは X2 にあります岡山スタンディングベアーズ、それに対しますが中四国学生リーグ愛媛大学ボンバーズを核としました愛媛オールスターズという組み合わせとなりました。試合開始14時キックオフ予定となっております。現在両チームサイドラインウォームアップを終えまして、サイドラインにて最後の調整に入っております。両チームご紹介をさせていただきます。まずは手前側に陣取っております本日ホストチームとしてこの試合を企画しております X2 にある岡山スタンディングベアーズです。本日はホームチームですが、手前側メインスタンド側にありまして、アウェーでありますホワイトのユニフォームをまとっております。1980年代に創部しましたこのチームは、地元の有料企業でありますセリオをスポンサードに加えまして、1990年代は現在の X1 に相当するレベルで戦っていた古豪とも言うべきチームです。歴史があるチームでもあります。しかしそのセリオのスポンサーが10年ほど前ぐらいですねに解けまして、しばらくノンスポンサーでという状況で非常に厳しい状況を過ごしました。しかし近年同じく地元にあります有料企業佐藤建設がそのスポンサーに加わり、一気に体制立て直し、昨シーズン見事 X3 から X2 への昇格、 X2 復帰を決める形に成功しております。今シーズンはその勢いを借りまして X2 最初の挑戦のシーズンという形になります。まさに今シーズンさらなる躍進とげんとするところで、この一戦を企画し、この、今シーズンスタートを切るという形を感じる、そのような形の陣容にあります岡山スタンディングベアーズです。対しましてバックスタンド側に陣構えしております、アウェーではありますがホームカラーでありますカラーユニフォームをまとっていますのが、愛媛オールスターズとして陣容しました合同チームです。その中核となりますのが愛媛大学ボンバーズ、中四国学生アメリカンフットボールの一部に所属しているチームです。地域柄どうしても陣容が厳しく常に少数精鋭を強いられている状況ではありますが、その選手個々のフットボール IQ 高く常にリーグ戦を賑わせております。優勝争いを主に演じております、広島大学そして山口大島根大といったところに真っ向勝負を常に挑んでおり、近年では2019年当時の優勝候補筆頭でありました、広島大学を見事トーナメントを撃破しまして波乱のシーズンを招きました。その勢いかみまして、その翌年2019年はまさに優勝候補最有力といった状況になったのですが、ご記憶ある方は記憶、この年を思い出していただくと、察しがつくかと思いますが、そのトーナメント直前によりまして、まさに人災の極みというべきでしょう、物質放火事件によって全ての防具及び備品を消失という災禍に遭いました。そのまま棄権せざるを得ない状況にあるところ、フットボール界の界隈の有志集いまして、さまざまな形での支援により何とかトーナメント参戦は叶いましたが、その当日に台風直撃という形でほぼ練習ままならぬまま実戦本番を迎える形になり、結果的にここで無念の涙を飲んだという2019年シーズンを過ごしております。
しかしこの時に活躍していました選手たちが後に現在 X リーグで多く活躍しております。中四国とはいえアメリカンフットボールのその IQ 高い選手を輩出するこの愛媛大学ウォンバーズ、その伝統を受け継ぎ今シーズンも再び中四国学生リーグにおいてその優勝を目指さんというところにあります。この試合もその勢いかなんと X2 の岡山スタンディングベアーズに挑むわけですが、陣容厳しいということはやはり状況としてありますので、これを地元にあります四国アイランドリーグの愛媛オレンジメン、そして川之江ジェッツがそこに加勢する形で今シーズンこの試合の実現となりました。さあこの合同チーム、この一戦において強敵であります岡山スタンディングベアーズを倒すことができるか、その点も注目いただければと思います。さあ審判団の中に集まりまして、両チームサイドラインに並び、まもなく試合開始の時を迎えます。令和6年5月4日、場所は岡山シティライトスタジアムで、第36回瀬戸大橋ドリームボール、岡山スタンディングベアーズ対愛媛オールスターズの一戦が行われます。試合開始14時キックオフ予定です。これより両チームによりますコイントスが行われます。早速のチャット内のメッセージありがとうございます。シリー様、配信ありがとうございますのメッセージ、非常に心強く嬉しく思います。できる限りご期待に添えられるよう全力を尽くしたいと思います。愛媛キックオフ、岡山リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の静止形で行われます。両チームサイドラインで檄を飛ばしまして、これより試合開始の時を迎えます。まず試合は愛媛オールスターズのキックオフで試合開始となります。
キックオフを務めますのは愛媛大学の17番の田中です。紅葉高校出身のプレイヤーがここでキックオフを隊員に任される形になります。対しまして佐藤建設はリターナー、現在リターンの構えを取っていようというところです。リターナーに入りましたのは9番そして2番の模様です。さあ岡山リターンに入ります。ナイスリターン、リターナー2番受けまして右サイドライン際を駆け上がり自陣40ヤード付近を確保してこの位置からの攻撃と変わります。リターナー2番は諸本です。日本体育大学出身のプレイヤーです。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回としファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。4回の攻撃圏で10ヤード前進するか相手陣地にある深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは岡山スタンディングベアーズ自陣39ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。さあパス通った、ビッグゲームファーストダウン。まずいきなりの大きなプレーを見せました。佐藤建設、まず攻撃が一度だけ開始点より後方よりできます前パスを敢行しました。クォーターバック7番が投じしましたパスをこれをワイドレシーバー8番キャッチ、一気に大きく独走しまして相手陣深くに入りましての攻撃権更新になりました。岡山スタンディングベアーズファースター。素晴らしいパスを投じたのは7番のクォーターバック井上、大阪公立大学出身、取りましたのは8番の林田、こちらは大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあこれにより岡山一気に相手陣8ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールの状況に変わります。攻撃権は4回です。しかしその8ヤードで得点が狙えます。タッチダウン、ここで岡山今度はランプレーを投入しました。ランニングバック22番ハンドオフから中央突破、オフェンスラインのブロックを生かしましてそのまま一気にエンドゾーンに駆け込みましてタッチダウン。岡山素晴らしい攻撃を展開しましてランパスその大技を決めて一気に得点としまして岡山はまず先制の6点を獲得しています。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに入ります。さあ岡山はここでプレーによる2点を狙います。2ポイント成功、岡山スタンディングベアーズ、ここであえてキックではなくプレーによる2点を狙いに行きました。託されましたランニングバックの2番ですがこのプレーは見事に決まりまして2点追加となりまして岡山スタンディングベアーズ8点、はい、愛媛オールスターズ0点という状況になっております。さあまずは岡山がその X の力を誇示するかのような素晴らしいプレーを展開しまして先制を挙げる形になっております。その得点を挙げました岡山スタンディングベアーズのキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違いまして得点を挙げた側がキックオフし試合を再開いたします。従いまして必然的に失点した側が次の攻撃を得やすい形になっています。さあそのリターンを構えておりますのが愛媛大学、愛媛オールスターズ、陣容としては愛媛大学のユニットという形になります。リターナーには2人配置している模様です。さあ愛媛オールスターズリターンに入る、ナイスリターン。ここでリターナーの7番受け取りまして右のサイドライン際に駆け上がり自陣40ヤードを超えた位置からの攻撃位置を確保しています。その反撃の兆しとして非常にいい位置を確保したと思われます。リターンしましたのは愛媛オールスターズ愛媛大学の7番の大和です。八幡浜高校ですね出身のプレイヤーです。さあ反撃になるでしょうか。愛媛オールスターズ自陣41ヤードからファーストダウン10、
さあまず最初のプレー、どうやらトラブル発生した模様です。クォーターバックボールをジャックルしまして、ボールを一旦落としてしまいましたが、なんとか確保しています。しかし倒された地点までが、そのプレーの終了位置となりますので、結果的に約3ヤードロスになっております。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。さあ結果的には愛媛オールスターズセカンドダウン2回目の攻撃に変わります。愛媛オールスターズセカンドダウン13。ナイスダウン、ファーストダウン。ここで愛媛オールスターズはランニングバック40番にハンドオフしました。ディフェンスは殺到しましたが、これを40番見事にバーンアウト、左にバーンアウトして左オープンを独走、一気に一発で攻撃権行使になりました。愛媛オールスターズファーストダウン。見事この状況を打開しましたのは愛媛オールスターズにあります愛媛オレンジ面の40番の池内です。宮崎大学出身。さあここは社会人プレイヤーがまずこの状況を打開に一つ大きな仕事を果たしました。愛媛オールスターズ相手陣43ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。今度はパスプレーによって状況展開を図りました。クォーターバック17番中央に切れ込んだ7番にパスを投じましたが、7番これをキャッチできずパス不成功となっています。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして愛媛オールスターズセカンドダウン10に状況を変わります。愛媛オールスターズ相手陣43ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。再びパスプレーにより状況を打開を図りました。今度は7番を奥に走らせロングパスを投じましたが、このパスもオーバースローでパス不成功になっています。攻撃権1つ失いサードダウンに変わります。さあ愛媛オールスターズ状況突破なるでしょうか。ボールオンは相手陣43ヤードからのサードダウン10。さあこの判定どうか。インターセプト、ターンオーバー。ここで愛媛オールスターズクォーターバック17番プレッシャー浴びながらロングパスを投じました。しかしそのパスを取りましたのは岡山スタンディングベアーズ4番。インターセプト、パス出しにより攻守交代となります。ターンオーバーによりまして攻撃権岡山スタンディングベアーズに変わります。見事インターセプトしましたのは岡山スタンディングベアーズ4番の柳田、拓殖大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃を取り返した岡山スタンディングベアーズファーストダウン10の攻撃に入ります。パス不成功。今度も岡山は最初プレーにロングパスを投じました。クォーターバック7番、その好調なパスによって一気に状況をさらに覆さんというところでしたが、このパスはしかしわずかにオーバースローとなりパス不成功になっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。岡山スタンディングベアーズ自陣10ヤードからのセカンドダウン10。これは愛媛大学ナイスディフェンス。今度はランプレーによって地上戦によって状況打開を図らんとランニング枠2番に託しましたが、このランプレーを愛媛大学見事にカバーしまして最終73番タックルしゲインを2ヤードから3ヤードに留めております。タックルしましたのは愛媛オールスターズ73番の首藤でした。松山南高校出身のプレイヤーです。
岡山スタンディングベアーズサーダウン8。パス成功、ファースター。クォーターバック7番、今度は外へ展開していた8番にパスを投じまして、8番これをサイドラインギリギリでキャッチ、ギリギリでキャッチし攻撃権更新です。佐藤建設失礼しました。岡山スタンディングベアーズファースター。先ほどタッチダウンを挙げました井上、そして林田のコンビがここで攻撃権更新を獲得しております。岡山スタンディングベアーズ自陣30ヤードまで上がりましてのファーストアウト。不成功、ここでパスプレー重ねます。今度は中央に切れ込んできたレシーバーにパスを投じました。しかしこれはわずかにキャッチできずパス不成功となっています。さあ怒涛の空中戦によって状況打開を図っております。岡山スタンディングベアーズボールオン自陣30ヤードからセカンダウンテン。成功、今度は右奥走り込んでいった19番にパスを投じました。19番手には触れましたが、しかしこのボール確保できずパス成功でサードダウンに変わります。明日も頑張るさん、メッセージありがとうございます。オフェンスライン頑張って頑張って耐えてくれというメッセージですね。文字通りオフェンスの屋台骨を支えるオフェンスラインマン、しかし今のところ見事にその期待に応えているかと私は思っております。さあしかしサードダウン10の状況です。岡山スタンディングベアーズここでどのようなプレーを展開するでしょう。ボールオン自陣30ヤードにあります。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられました。審判団からフィールドの中に黄色いウエストが落とされますとイエローフラッグ反則を意味します。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でプレーを展開しました。オフェンスにはポジショニング、そして最前列後列バックス陣それぞれに人数制限があります。これを守った体型を取らないと5ヤード抜体となります。さあ下がりまして岡山スタンディングベアーズサードダウン15の状況に変わります。突破なるでしょうか。パス不成功です。パス不成功の判定です。クォーターバック7番左にスプリントアウトしまして、ワイドレシーバー80番にパスを投じました。80番これをキャッチできたかと思いましたが、しかし完全にホールドできずパス不成功となっています。結果的にパス失敗となりましてフォースダウン、最後の攻撃に変わります。さあこの最後の攻撃権ですが、岡山スタンディングベアーズフォーメーションを変えパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となります。しかしそのキック力により陣地挽回を図ります。このパントはハーフウェイ付近で止まりまして、この位置でテイクオーバー攻守交代となります。攻撃権変わりまして今度は愛媛オールスターズの攻撃に変わります。愛媛オールスターズ、岡山スタンディングベアーズのパス攻撃にかなり翻弄されかけましたが、なんとかここはしのぎ攻撃権取り返す形に成功しました。さあ今度はその攻撃権取りました、愛媛オールスターズの攻撃に変わります。ハーフウェイから愛媛オールスターズファーストダウン10。さあランプレーから入りました。
何枠23番ハンドオフを受けまして中央突破、すり抜けるように約3ヤードのゲインを果たしております。キャリアは23番は原田です。愛媛大学、廿日市高校出身のプレイヤーです。愛媛オールスターズセカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。クォーターバック17番パスを投じようとしましたがディフェンス殺到しまして、この状況を判断してスクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。この判断が効果的に決まりまして約5ヤードほどゲインになっております。見事な判断をしましたのはクォーターバック17番田中、愛媛大学出身のクォーターバックです。紅葉高校出身。愛媛オールスターズサーダウン2、さあ2ヤード突破なるでしょうか。クォーターバック17番自ら中央突破を敢行しました。ボールをジャックしましたがそれを補うかのように自ら体を張って中央突破し、攻撃権突破を更新しようとしましたが見事それ叶いまして攻撃権更新です。愛媛オールスターズファースター、愛媛オールスターズ、愛媛大学クォーターバック17番の田中がその総力で状況打開を図るリズムを作っていっております。愛媛オールスターズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。先ほどの反則はディフェンスの反則でした。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのバッタリですが、しかしこれを愛媛オールスターズ取りません。ランプレーがさらに出ていたためこのランを有効とした模様です。従いまして先ほどのランプレー約6ヤードから7ヤードのゲインでしたので、この位置からの攻撃となります。愛媛オールスターズセカンドダウン4、ボールオンは相手陣34ヤード。パス不成功。クォーターバック17番左に展開しておりましたワイドレシーバー1番にパスを投じました。一気にその奥を掴んというところでしたが、このパス高すぎ、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。愛媛オールスターズサードダウン4、ボールオン相手陣34ヤード。これは岡山のナイスディフェンス。この距離ランプレーによる突破を図りました。キャリアは33番の突進力で中央を掴んというところでしたが、これを岡山、91番がチャージかけましてこのラン阻止しフォースダウンに変えています。対応しましたのは岡山スタンディングベアーズ91番の吉田、大阪体育大学出身のプレイヤーです。さあ最後の攻撃権となりました愛媛オールスターズどうするでしょうか。フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。
このパントは外へ蹴り出し状にしまして、相手陣14ヤード付近で出た格好になっていますが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。ディフェンスの方にオフサイドの反則がありました。5ヤードの割ったい。したがって残り距離4ヤードでしたので、自動的に攻撃権更新となります。愛媛オールスターズ、結果的にこれにより攻撃権更新です。愛媛オールスターズファスター。岡山、ここで相手のパントを潰さんと、そのチャージに勢いをかけた際にどうやらフライングする形でオフサイドの反則を犯した模様です。結果的に愛媛攻撃権継続となりました。愛媛オールスターズ、相手陣29ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック17番、右に展開していた7番にパスを投じましたが、これは岡山のディフェンスカバーよくパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。愛媛オールスターズセカンドダウン10。ナイスファースター。クォーターバック17番、ハンドオフフェイから自らキープ。相手の裏を突くように右オープン展開しまして、一気に攻撃権更新です。愛媛オールスターズファースター。見事攻撃権更新果たしましたのは愛媛大学17番の田中です。紅葉高校出身のプレーヤー、ここで大きな仕事を見せています。さあ愛媛オールスターズ、相手陣14ヤードからファーストダウン10。今度はランニング枠にハンドオフ。ランニング枠40番、相手ディフェンスをすり抜けるように左オフタックル付近飛び込み、約2ヤードのゲインに変えています。キャリア40番は愛媛オレンジ面の池内です。宮崎大学出身。愛媛オールスターズセカンドダウン9。ここでホイッスル。ここで第一クォーター終了です。第一クォーター終わりまして、岡山スタンディングベアーズ8点、愛媛オールスターズ0点。攻守方向入れ替え、第二クォーターに移ります。